にちは、ポンドミニの土です。今日はですね、こちらの R55 クーパイスクラブマンですね、こちらのオイル漏れ修理の様子をちょっとご紹介していきたいなと思います。で、まあ、修理だとどうしてもお預かりしての作業が多いので、まあ、どういった作業をしてどういったものを交換してっていうのがなかなか分かりづらいと思うので、まあ、その辺を今日はちょっと詳しくやっていきたいなと思います。で、早速こちらの車の症状なんですけれども、こんな感じでちょうどエンジンの前側ですね、こちらがこんな感じでオイルで汚れちゃってるような状態ですね。で、このオイルがどこから漏れてるかってことなんですけれども、ちょっとこの上の方ちょっと見えないんですけれども、オイルフィルターハウジングってつって、そのオイルフィルターがはまる部分ですね、そこの付け根から漏れてる感じですね。で、そこからの漏れの特徴としては、一応このエンジンとミッションのつなげ目の部分、このちょうどエンジン側が漏れてると、まあ、そこから漏れてる可能性がちょっと高い感じになりますね。なんでちょっと今日はその辺を直していきますん で、一応そこのシールの交換になるんですけれども、一応この辺の触媒ダウンパイプですね、これだったりだとか、あとこの遮熱のカバー、この辺なんかを外していく必要があるんで、まあ進めていきたいと思います。はい、一応これが交換するために、まあ必要な部品を全部外した状態ですね。で、やっとオイルフィルターハウジングにアクセスできるようになります。で、見てもらうと分かるんですけれども、このオイルフィルターハウジングのこの付け根からですね、こんな感じでオイルが漏れてます。なんで、まあ一応ここの間に挟まってるシールを交換していく形になります。で、これ交換すると、まあこれオイルと冷却水がこれですね、循環してますんで、まあ一緒に出てきちゃいます。なんで、まあ両方とも漏れなく全力交換になる形です。はい、こちらが取り外したオイルフィルターハウジングですね。まあ、ちょうどこの今見えてる面が、まあ、エンジンのブロックに設置する面なんですけれども、ガスケットがこんな感じ、ガスケットというか、まあ、シールですね、こんな感じでもうボロボロになっちゃってます。で、これ見た目でボロボロなだけじゃなくてですね、もう外すと分かるんですけれども、こんな感じでもうカチカチになっちゃってます。これ本来ゴムなんで、まあ、もっと弾力があるんですけれども、こんな感じで、まあ、場合によってはこれポキッと折れちゃうような感じでもうカチカチになってます。で、一応新品のものが用意してありますので、こちらに交換していきます。で、新品はもちろんまだ弾力もあって、まあ、しっかり密着できる形ですね。こっちも同様です。すごく柔らかい素材ですね。で、外した車両側の方は、こんな感じで何もなくなってます。で、ここ汚れてるんで、まあ、しっかり清掃して、まあ、戻していく感じですね。で、まあ、しっかり清掃しておくことによって、まあ、次回例えば何か漏れた場合でもすぐ判断ができるようになります。はい、一応こちらが新品のシールに交換したものになります。で、一緒に清掃もしました。で、こっちのちょっと端折っちゃったんですけれども、背中側ですね、こっちのつなぎ目にも、まあ、同じようにシールが入ってますので、まあ、これ外した時じゃないと交換ができないので、まあ、一緒にこの辺のシールも交換してます。で、あとすごく重要なのがこのタービンに刺さるパイプですね、オイルライン、ここにもオーリング入ってるんで、まあ、この辺なんかも全部新品に交換してあります。で、車両側の方も一応全部漏れたオイルで汚れてしまってたところは全部清掃して、こんな感じで全部きれいになってます。で、あとは
まあ、組み上げた感じですね。で、まあ、オイルだったりだとか冷却水を補充して作業が終了になります。そのわけで今日はオイル漏れ修理の様子をお届けしました。で、まあ、パーツと違って普段見えない部分の工事の部分で、まあ、どんなことをやってるのかなっていうのが少しでも伝わればいいかなと思います。で、あとオイル漏れに関してはやっぱりひどいとエンジンを壊してしまうことにもつながりますので、まあ、できれば早期発見、早期修理がおすすめです。で、もちろんその、まあ、専門店だったりだとかディーラーで上げてもらって下回り点検してもらうっていうのが一番なんですけれども、まあ、時々油量の確認だったりだとか、まあ、あとは下回り覗いて見てみるだとか、まあ、あとは普段止めてるところに何か漏れたとかないかなっていうのを見るだけでも違ってくると思います、はい。まあ、あとは何でも分からないことがあればいつでも今度ミニの方までお問い合わせいただければいいかなと思います、はい。そんなわけで今日はご視聴ありがとうございました。